さっきスーパーに買い物に行った。火曜日は特売日のスーパーで、館内で 3.000 円以上買い物したレシートがあると、ガラガラを回すくじができる。火曜日は米が安くなるので、いつも火曜日に買っている。今日は米の他にも買い物して 7.000 円近くだった。レジでお金を払い、お釣りを財布にしまって、レシートを買い物かごに入れた状態でサッカー台へ乗せた。そしてバッグの中からエコバッグを出している間に、子供連れの女にレシートだけをふわっと取られた。本当に風が吹いたのかと思うくらいにふわーと持っていかれた。え、あ、と思っているうちに、その女は出入り口近くのくじ引きの場所に向かって歩いていった。米を買っているから 3.000 円以上の金額のレシートだと思われたんだな。でも泥棒とか言わずに追いかけもしなかったのは、そのレシート実は昨日他の店で買い物したレシートだったから。レジで財布を見たら昨日のレシートがあったので、ゴミ箱に捨てようと思ってカゴの中に入れたんだ。今日のレシートはくじを引くときに取り出しやすいようにポケットに入れていた。その女の行動を見たくて、くじ引きが見えるサッカー台に移動して荷物を詰めながら見ていたけど、やっぱりくじ引きのお姉さんにノーと言われている様子。こっちに戻ってきて何か言うかとワクワクして待っていたけど戻ってこなかった。ちなみに今日のレシートでくじを2回引いたら2つとも当たりだった。一応、くじ引きのお姉さんにはチクっておいた。